石狩川橋は、北海道の石狩川に架かる橋であり、以下の二つがある。位置は全く異なる。滝川市と河渡郡新都津川町の間の国道451号上の橋、深川市の道自動車道上の橋。西側から見た石狩川橋2007年9月、石狩川の川口より数えて13番目に位置する橋であり、上流側には平成橋が、 下流側川には滝新橋がかかっている。1902年の橋明治中期、新突川村の開発が進むにつれて、滝川との間に架橋するように要望が高まってきた。要望を受けて1900年に工事が着工、1902年に完成を見た。長さ166.0メートル、幅5.0メートルのトラス橋であった。橋桁が木製、上部構造が鉄製であった。 1926年、1942年と改修工事を行ったが、橋桁が木製であるがゆえに、重量のある車両の通行に弱く、重量制限を行うようになった。新しい橋ができるのと前後して取り壊された。1962年の橋初代の橋の老朽化が顕著になってきたため、橋を架け直すこととなった。1958年6月に工事開始。 1962年に完成、11月5日開通。この橋には歩道が設置されていなかったため、川を渡る歩行者から苦情が寄せられ、下流側に幅2.0メートルの歩道橋が設置された。この時車道の幅が7.2メートルになって、現在に至る、深川市の東端近くに位置する、道自動車道が石狩川を渡る唯一の橋である。 上流側には、神治む橋が、下流側には、治めない橋がかかっている。2002年の深川旭川高須間の4、車線加工事に伴い、幅を10.0メートルから現在の広さまで拡幅した。ありがとうございます。